マコナコです。2020年8月の後半に三国志を題材にした大きな2つのタイトルに新展開がありました。一つは海外で人気のトータルウォー、スリーキングダムス、もう一つは日本で人気のシリーズ三国志14。当チャンネルでも両方ともゲーム実況等をしておりますが、今回新たに発表された2つのタイトルの新要素を簡単に紹介していきたいと思います。トータルウォー、スリーキングダムスでは新ダウンロードコンテンツが追加されます。今回のダウンロードコンテンツは今までより気合を入れているからか、価格も従来より高めに設定されています。タイトルはザ・フーリアス・ワイルド、日本語に訳すと猛烈な野生となりますが、今回の題材を見ると理解ができるかと思います。題材となっているのは南蛮、諸葛孔明が南征をし孟獲を7回破って屈服させたエピソードが有名ですが、その南蛮の登場がメインとなっています。出てくる武将は孟獲、宿友だけではなく牧録大王、あとはなぜかシャマカが勢力として登場します。また別途無料のダウンロードコンテンツとして師匠がオリジナルグラフィックで登場します。様々な武将および陛下の追加がありますので、興味がある方はぜひプレイしてみてください。今後当チャンネルでも紹介動画や実況動画等を公開していく予定です。ぜひチャンネル登録して動画をお待ちください。続いて三国志14でも大きな発表が3点ありました。まず一つはパワーアップキット版が発売。従来のゲーム内容にゲーム性の面で追加要素が加わります。これは今までのシリーズを楽しんでいる方からするとおなじみのものとなっています。 PK 待ちをされた方はそろそろ準備をしておきましょう。発売日は12月10日。2つ目は任天堂スイッチ版の発売です。これはパワーアップキットが付いたバージョンでの発売となります。寝転がりながらもしくは外出先でプレイが可能になります。3つ目はシーズンパス第2弾の発売。パワーアップキットとはまた異なる要素の追加がされます。ゲーム内容等の詳細はまだ分かっていませんが、いろいろな追加要素がオフィシャルサイトに掲載されていますので、そちらの方をご覧ください。またパワーアップキット版の販売形態が多少分かりにくいので、そこら辺も改めて自らでご確認をお願いします。なおショップ特典があって幕末の志士5名のグラフィック追加など興味深いものもありますので、幕末に興味のある方はぜひショップ特典の方もチェックをしてみましょう。早期購入特典はシナリオ食感の滅亡です。以上となります。今後ゲーム実況等で動画上げていく予定ですので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは。